増えたのはすごいありがたいんですけど、はい、厳しいなっていう。事業の売却、そうです、まあ、必ず這い上がりますから。おお、我々は。どうもねえ、キバです。はい、ということで、ね、今日なんですけども、港南台でパン屋さんをやられている一本堂のヒロさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうして来ていただいたかっていうのは、まあ大体みんな想像ついてると思うんですけど、先日一本堂さんの救済企画ということで、ビラをね、みんなでたくさんポスティングしたり配ったりさせてもらったんですけども、ビラのね、反響というか効果っていうのを中間発表っていう形で今日は来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マジであります、反響が。本当ですか？あります、あります。回収率っていうと、はい、ビラって大体配った枚数に対して、はい、まあ、何パー返ってくればいいっていう感じなんですよね。まあそんな感じなんですけども、実際問い合わせが増えたんです。ビラ見ましたとか、はい、で、こういう食パンあるんですかとか、あと明らかに何も言わないんですけど、はい、1日に対する客の入りが20人が増えてる。めちゃめちゃ増えてる。レンジでデータが取れるんですけども、はい、週末で言うと大体100人前後だったんです。今まで今125とか、はい、平日が大体80人ぐらいなんですけど、それが100人って言ったりとか、まあ、別にクーポン持ってこないし何も言わないか分かんないんですけど、はい、でも明らかなのかな。この前問い合わせいただいたお客さんから言われたのが、はい、実際前は買ったの、はい、けどちょっとあのコロナの前で遠のいちゃったの。あ、ほんで先日このビラ見て、こんなパンあるんだと、昔やってなかった種類も出てる、でこれ気になるからこれあるのっていう問い合わせ、実際に営業中に結構電話があって結構上がってきた。すごいですね、はい、こんなに効果あるの。すごい賑やかで楽しくみんなでワイワイして、うん、逆にあれもなんかすごい近所の方とか、これなんかやってたのみたいな、あの時すごい人いたけど何だったのっていう常連さんとか結構いて、意外とあれもインパクトあったみたいで、みんなでうちの店の前でわーってやってたのが、はい、その時サプライズで来るみたいな。びっくりしましたね。びっくりした。その常連さんとかに、実はあの時クーミンさんいたんですよ、大田クミンさんいたんですよって、みんなびっくりしました。気づかなかったって。あ、そっか。まさかの女優があんなところにいるとは。そんな感じなんですよ。うわ、よかったですね。ここでちょっと発表させていただこうかなと。あ、現段階の。確かに。集計をね。で、一応クーポンが。まあ、1ヶ月間設定してたんで、はい、12月の中間ぐらいまで設定してたので、ちょうど今日が中日かなと、はい、大体2週間近く経ってます。ビラ配り終わってから2週間経ったんですか。そうなんです、はい、総数から発表します。うわ、全総数が、はい、63枚入ってきます。おー、クーポン1杯ぐらいですかね。一般ちょっとぐらい。あ、でもすごいですね、はい、常連さんがチラシを持ってくるパターンってのもあった。あ、ありました、ありました。あ、本当ですか。これ入ってたよっつって、へえ、これ使っていいのって言われて、あ、全然使ってくださいって言って、使っていただいて、ちょっとクーポンつけさせていただいた。はい、ビラ配りって効果すごいですね。はい、ってことで、まあ、ビラ配り結構効果あったっていうことで。そうですね、反響はやっぱありましたね。で、実際あのお店でもあの泣きまくんのサイン、全員のメンバーのサインにこう来ていただいたリスナーさんに書いていただいたんですけど、あ、はい、もうあれも今パンパンの状態で、へ、それぐらい本当に来ていただいてて、今度またツイッターにあげますけども、泣きまくん含め、まあ、リスナーの皆さん含め本当に感謝しかないと思います。でもね、こんだけ一本堂さんにそれ来てくれる人とか問い合わせしてくれる人が増えたら、これから一本でやってくれるんじゃないですか、ひょっとしたら。増えたのはすごいありがたいんですけど、はい、厳しいなっていう。あー、やっぱり今現状の、まあ、来客数とかだと、まあそうっすね、まああの支払いが、ね、月末に来るんで、はい、でなんとかやっぱ皆さん頑張ってもらって、今回売り上げちょっと上がったんで、来月またやっていくことにできるんですけど、まあ、前々からちょっと、まあ、泣きまくりも言ってたと思うんですけど、はい、結構デンジャラスアカウント一緒にこうやり出す前から、はい、うち結構ね、下火来てたんで、まあ、我々もちょっと先手でいろいろと動いてて、あの売却サイトをちょっと出してたんですよね。事業の売却、そう、はい、そういうところにもやっぱり掲示しといて、でもやっぱりパン屋って夏場って落ちるんですよ。夏
が落ちるんですね。落ちるんですよ、粉もんけは。粉が落ちるので、はい、でこのままじゃまずいなということで、結構やっぱり妻といろいろ考えて、店舗売却の方ちょっと掲載させていただいてて、で、まあ、ずっとずっと来たんですけども、このビラ配りの後ぐらいに結構いい話いただいて、はい、やりたいだけではなく、我々の生活があって、いろいろと、まあ、考えた結果、売却の方に、まあ、ちょっと話を進めていこうかなと思ってまして、実際もう僕たちも資金繰りが結構ピンチだって、はい、本当はこう今月でも支払いできねえなっていう状況だったんですけど、まあ、このビラ配りの効果で売り上げ上がってくれた分、ちょっと来月も1ヶ月ちょっと乗り切れるようになったんで、おかげさまで本当になんとかやっていけるようになったんで、はい、その辺を踏まえて売却という方向で進めていこうかなと。で実際売却できても、まあ、銀行には多額のちょっと借金が残るんですけども、まあ、それはやっぱり妻と必死に仕事、他の仕事頑張って変えていきながら、チャンスがあればまた2人でやったりとか、そういう風なことをしていきたいなと思ってまして、まあ、そういう報告をちょっと泣きまくんにはその伝えようかなと。皆さんにもね、やっぱり、ね、はい、伝えてなかったことが多かったので、やっぱり実際そのビラ配りに来ていただいたボランティアの方にも、はい、生配信スタート前には、はい、あと我々の気持ちと、まあ、現状こういう状況ですと、で、まあ、売却にも出してますと、で売れたらやっぱり我々も前に進むためにちょっと売ろうと考えてますっていうのはお伝えさせていただいたんで、で、まあ、来れなかった皆さんにこの場をお借りしてちょっと伝えたいなと思います、はい、いいお相手が見つかりそうっていう感じですか？そうですね、結構いいお話いただいてて、やっぱ東南大エリア気になるっていうパン屋さんの方で、はい、ちょっとやってみたいということで今ちょっと調整中なんですけども、僕もまあ、ちょっと前にそういった事業の売却を考えてらっしゃるっていうのを聞いてましたけど、やっぱ経営者だったり自分の生活を考えたら、生きていくために、まあ、そういった、ね、事業を売却することだったり、まあ、逆に事業売却しなかったらただただ借金が増えたり、そのまあお金払えなくなって、まあ、それこそ最終的に自己破産になってしまったりとか、まあ、そういう風になってしまうので仕方ないんじゃない。でもやっぱりこうやってビラを配ることで、本来1月までしか持たなかったはずの一本堂さんが、じゃあこれが今2月まで命がつながったわけじゃないですか。もし1月で終わってたらもう売却の話もなかったと思いますし、まあ、それこそもうヒロさんもサキさんも形としては本当に自己破産だったりとか、まあ、本人たちも望まない形でお店を閉めていくっていう状態にはなったと思うんですけど、まあ、でもそれが皆さんの協力とか応援のおかげで少しでも命がつながって、ヒロさんとサキさんはこう無事に前に進めるっていうのがまあ分かったんで、僕はそれすごい良かったなって素直に思いますし、やっぱり2人の人生がこれで終わるわけじゃないんで、やっぱこれからも応援したいし、つながっていきたいなと思ってるんで、僕はこれからもヒロさん、サキさん応援したいと思います。話してみてありがとうございます。リスナーも含め、なじまくメンバーたちも力貸していただいて本当にありがとうございます。本当に応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。一本堂としてまあこうパン屋さんをやられてどうでした？一本堂やる前って、まあ前にも言ったと思うんですけど、兵庫にいたわけじゃないですか、関西の方。もう友達も何も知り合いもいない状態でやり始めたんですけど、はい、兵庫の時よりやっぱ輪が広がってますね。いろんな方とつながれて、実際こう泣きまくんたちも知り合ってますし、やっぱお店をやることで地域の商店街とかの方とかも結構買いに来てくれて、つながって話できる方が増えて、やってよかったなって。パン屋をしなければ炊き出しに行こうなんて思わなかったわけですよ。あ、確かに。そうだから、ホームレスの方たちの現状とかも興味なかったし、全然調べようと思わなかったし、でも実際泣きまくんたちの動画を見て、パンを提供して一緒に配って、本当にその現状を見ていって、そういう自分の糧というか、経験できなかったことをいっぱい経験できてますし、私は一本だけ良かったなと、はい、思ってます。で実際お店もなくなりますけど、はい、借金も残りますけど、これはもう確実に僕の勉強代になってるわけですよ。次何かお店する時とか何かする時、いろんなこのね、今回失敗したことに対して経費の使い方、はい、固定費の考え方、
そういうのも勉強になってて、やっぱり次はやっぱりちゃんとしようってなるし、もっと勉強してこうしたらいいんじゃないか、さきちゃんと2人で意見を出し合って、まあ必ず這い上がりますから、我々は、はい、さきちゃんと必ずまたお店を持って、やっぱパンでも何でもなんかやりたいなと思ってるんで、その時は失敗しないようにやっていける自信ができるんで、これ、まあ、力に変えていこうかなと。でその時はもうその新しく始めたことで当然赤鬼にも協力していきますし、はい、復活するまでも当然今までと同じようにボランティアでちょっと手伝わせていただきたいと思っているので、いいんですか、はい、全然全然やります。大変だろうに、そんな全然やります。だからもう全然一本でやって逆に良かったなっていう、我々の高難題点はまあちょっとねなくなるっていう形になっちゃいますけども、全国各地一本であるんで、まあ、皆さん近くにあったらちょっと利用していただいて、はい、ちょっと食べていただけたらなと、はい、皆さん美味しいパン作ってますので、ね、本当そうっすよね。皆さんも本当にヒロさんとかサキさんがやっぱ好きで、だから一本堂を買いに行くっていう気持ちの動き方だったんじゃないかなって思うんで、二人の SNS かなんかで、ね、その後のことみたいなのが知れたりするんですかね。そうですね、今僕やってるあのツイッター、はい、やっていくので、あの何かあったことは報告はしていくし、はい、嬉しい。何か挑戦しようという時は、はい、当然泣きまくんをはじめ相談もさせてもらいますし、はい、あらこうやってもう前を向いて結果的には一本堂はやめるってことにはなってますけど、お二人の人生はこれでも続いていくし、やっぱお二人も希望を持って今で前に歩むためのやっぱ事業売却だと思うので、本当にめちゃめちゃ応援したいですね。閉店の時期っていうのはなんとなく分かるんですかね。大体なんですけど、今ちょっと先方と調整中なんですけども、はい、2月末か3月かこのどちらかになる状況で、はい、こればっかり僕らから言えないので、はい、先方と不動産の関係とかもあるので、大体その辺りかなっていう、またそれはちょっと泣きまくりに直接報告しますし、ツイッターでも僕つぶやくので、大体その辺りかなと思っていただいて、それまで美味しいパン毎日頑張ってつぶやくので食べていただけたら、はい、一本堂ヒロさんサキさんが作る一本堂のパンは、まあ、2月末か3月末までということで、詳しい情報は例えば SNS を見ていただければ分かると思うので、まだ食べてないよっていう方もお店の方に足を運んでもらえたらと思います。